もう新潟県知事選がね、もう、あと、何日かで <laughs>、日曜日に投開票ということで、まあ本当も大接戦。えー、朝日はね、なんかやや、えー、その森さんが先行と事行のね、って言ってたんですけども、まあ他の、後から出てきた共同通信とか、あと地元市のね、新潟日報とかはもう接戦だと。まあただやっぱり森さんの、 えー、事故の森さんの名前が先に来てて、えー、その後に米山さんっていうのが出てるんで、まあ、でもまあ、わずか5ポイント内のもう大接戦、えー、であるのはもう、これは明白だなと、まあ自民党が焦ってるということでね。だから僕は本当にね、いけるんちゃうかと、いや、もっと頑張ったらね、今現状では向いてないわけですから、米山隆一さんの方はね。 でも、やっぱりこの、まあ、いろんな人が、えー、で今週の大きな動きとしては、ですね、まあ、民進党の新潟県連の代表の、えー、黒岩貴弘さん、えー、黒岩議員がですね、えー、米山さんの応援に回ったと、ね、これも連合新潟と黒岩さん、県連代表のね黒岩さんっていうのが、えらい。 この地位線をめぐってですね、まあ、連合の方がすごいきつく言ってたと、黒岩さんについてね、まあ、責任問題だみたいなこと。まあ、それでですね、だからさらに黒岩さんが米山さんの応援に回ったということはですね、本当にもう連合的に回すようなことをね、やってると、まあ、連合はもう森さん支持と、えー、原発再稼働推進のね、うん、いやだから僕はこれはね、すごい、 民進党県連としても大きな流れになったなと思うんで、もう本当に民進党、新潟のね議員はですね、もう本当にこれあれですよ、米山さんも全力でね、まあ、すでになんか応援してたみたいですけど、これではっきりと したわけですから、うん、本当にね、参院選の森友子さんが、僅差で、勝、えー、ったと、野党共闘ね。うそういうのが再来、かなと、うん。まあだから、あとはね、やっぱその本部の、えー、本部っていうかね、民進党の蓮舫代表がですね、新潟入りしなさいと。えー、これはもう、いろんなとこから、みんなそういう声が上がっててね。もうそこで、本当に、 なんて言うんですかね。まあ、レ蓮レさんは女性受けがいいと、いろいろ、あの、問題もね、指摘されましたけども、女性受けもいいわけですから、えー、ここがね、あの、やったらですね、本当に米山さん、えー、ドーンと行くんちゃいますか、と。<laughs> いや思うんですけどね。うん。いや、なんか、なんかこう、ネット情報によると、蓮舫さんが、こう、 土曜日、えー、最終日の、えー、土曜日にですね、新潟入りするんじゃないかという情報もね、なんかちらっと見て、えー、ツイッターに書いたんですけども、うん、いや、本当に行った方がいいですよ。だって、だってでこれ何回も言ってますけど、今、福岡6区、東京塾の衆院補選っていうのは、これはも、もう民進党数の難しいと。うん。だからただでさえ、こう、野党共闘拒否的なね、 なんかそんな、なんていうんですか、民進党のみで勝つんだ、みたいなカラーを全面に押し出してるみたいですけどいや、そんなことは余計無理やでって僕は思ってしまったんですけど、いや、だからもう衆院二補選で、いいとこ民進党は見せられないわけですから、も、ま、う、あ、はっきり言うてね、新潟県知事選、大接戦の、ここに力入れなくてどうするんだと、 思いましたね。だってもう、新潟のね、こう、参院選でも、安倍総理がですね、3回新潟入りしても、えー、勝てなかったと。森友子さんが、あのー、僅差で勝ったっていうね。うん、しかも今回は、えー、参院選の時は、なんか積極的に動いてたんですかね。JA、農,農業票はですね、今回はあんまり動いてないと。うん、まあ、自主投票、 的なとこすらあるっていうことで、だから本当にね、差をつけて勝とうと思えば、えー、勝てると農業票とかね、あと公明党の一部もですね、参院選の時と同様に、えー、野党が米山さんに流れてるっていう情報がね、これ、あの、新聞にも載ってたんですけども、いろいろ、その、いけるんちゃうかっていうね、あのー、要素っていうのはあるわけですからね、うん 本当、最後の一押しとしてね、えー、蓮舫さんが来ると、応、え、援、ー、説したらいいですしね。まあ別に、僕なんかその議員と連合に、双方に挨拶に行くと、あの、今後のこと考えてね、まあそれでもいいんちゃうかなと、ね、思うぐらいなんですけどね。だから野田さんでもいいです。野田幹事長とかね。 うんでそれぐらいしてもね、いいんちゃうかなと。だって自民党なんかね、福岡ロック、えー、片方自民党の公認するみたいなね。そういうことを、<laughs> そういうね、まあいい加減やなと思うんですけど、まあそれが、あの一番、え良、ー、とか、そういうぐらいのこう、なんかずる賢さっていうかね、そういうのがあってもいいんちゃうかなと、えー、思うんですけどね。